ちょ、3ホール終わりまして。3ホール終わりましたよ。まーちゃん、今日は対決の方で MC です。はい。MC ってどっかの番組とかでやったことありますか？ないです。ない、あ、ないの。生徒たちが初めてをいただくなんて。まあちゃんとあのあげるよカンペがあって、あ、はい、もう持って大丈夫なんで、はい、まあ、楽しんで、はい、台本があって、多分2人だとね話しやすいし、多分盛り上げやすいよね、はい、いや、もうピリピリで、ピリピリ真剣勝負だから、ピリピリ喋っちゃダメ聞いたら怒られる感じか、はぁって言うと、うん、絶対凍ってるよね。うん、もう真っ白、真っ白でしょ。ちょっと距離のあるパー3です。グリーンはカチコチです。落ちたんで、わー、お、あー、めっちゃ意外と止まった最後ね。本当？弱めにしよう。7番で弱めでいます。意外と転がりそう、その辺ちょっと弱いですね。それちょっと待って、ちょっとじゃなくて結構弱い、結構弱いです。ババーンやって、方向当たって、お、いいと思う、いい、いい、いいクッション。何番でやった？ババーン。私7番で良かったのかな、6番だったのか。あれ、あれ7番です。17番であれですよ。参考にしてください。参考全然なんないから。7番と言った瞬間絶対届かないだろうなと思ったよ。私6番だもん。ねえ、普通に無理。だって150、140しか飛ばんもん、7番。え、なんで7番にしたの？え、奥に行ったら怖いかなと思って、手前からアプローチしようかな。あれ、そういうこと、はい、考えてんだね。間違えますか、うん、え、まあ、奥より手前、ユーティリティでさ、手前から転がした方がよくない？ユーティリティね、どっち行くかわからない。あ、それは7番にしよう。バンカー入る恐れも。走行中は、ね、じゃあ7番にお捕まりください。このバンカー多分凍ってて難しそうだから、うん、ね、難しい。下上の日向、しかも日向ね、日向、あそこにずっとおろうかな。打って置いていくわ。30ヤードぐらいでサンドウェッジで打ちます。大きいんじゃない？大きいんじゃない？めちゃくちゃ大きいやん。広いのよ。超大きいやん。うまい、うまい。あ、全然転がってくる。意外とね、もう霜ついちゃうから転がってくる。うん、しまくじゃなくていい。まだ大丈夫、全然。全然。もう一回見せてくれる？見せてくれる？ちゃんと見とく。しっかり打つね。ありがとう、ありがとう。わからんくない。なんか重そうってことは分かった。めっちゃ速いのにさ、オッケーよ、オッケー、うまー、うーん、困るんだね。ナイスパ、ありがとう。わからない、オッケー。バンカー3パットもしたのに。いや、うちスライスしたんだけど。バンカーフックだったよ。フックやった。え、霜は 重いの？重くなるの？くっついちゃう。ああ、そういうことか。うん。で、霜がないところはまた速くなっちゃうってことでしょ？回転しちゃうね。それか、あんま変わらない？わかんないです。なんか全部霜あった。ツルツルツルって言って、なんか足が重いってよりボールが重くなる。うん、なんか感覚がよく分かんなくなるよね。アプローチで硬くて、そう、パターが極端に重いからね。そうだね、難しい。どんだけはめるか計算しないといけない。
しみてる。いるよね。ね、でも邪魔したくなんない？くしゃみって。しかも朝から二人のくしゃみ見てる。くしゃみずっとしてたわ。面白いくしゃみ？いや、二人とも可愛くぶりますくしゃみ。どんな感じ？二人ともそんな感じ。チューンってやつ。くしゃみってどんなの？やってみてよ、ちょっと。くしゃみって、そんなさ、なんかあの、クッシュ丸めてこうやってやらないと出ないよ。サラちゃんのくしゃみはくしゃみじゃない。マジで可愛い。え、でも、って思ったんですよ、朝。そしたら、同じようなくしゃみ。そういうこと言えないみたいな。です。おお、すごい。すごい今のは。完璧。一緒。あれ完璧って言うらしいよ。マジ？完璧やんそれは。うん、適当すぎるだって。お、あれは？あれ最低。あれ。あれ危なくない？ないかな。なんかありそうっちゃありそうな。マイケル？とか。マイケル行ってます。ナイショー。165ヤード7番アイアンで近くに行きます。バンカーっぽい。あ、いや、大丈夫。大丈夫。うん。うわ、当たり落としたわ。ねえ、跳ねたよ、今。78ヤード、52だね。うん、なんか音はでも、良かったんじゃない？ 30 は大きいと思うので。20ぐらいでいこう。全然違う。いやでも難しいよね。ちょっと違うだけでさ。カチカチ。しょうがないよね。これ取れない。やれることは頑張った。しっかりどこ行った？しっかりどこ行った？しっかり。難しいな。なかなか回ってこないね。ちょっと難しい。よし。うん。ありがとう。次こそしっかり。いい、ジャストタッチだね。やっぱ下りが計算ちゃんとされてるね。やっぱ MC 違うわ。あー、切れた。ありがとう。ちょっとサナちゃんのドライバーに個人的に興味があるんですけど、何使ってるんですか？スリクソン。ZX7、うんうんうん、でシャフトエスティバンっていう会社。ああ、はいはいはい、あの JPDA。 あ、そうですそうですですね。ロフト 8.5 です。 8.5 にしてるの？ 8.5 にしてます。カチカチでね。はい。エスティバンのシャフトって硬さってないやつですか？ある。2つあって、でもないですね、多分一つだと思います、この色は。まあシャフトはドラコン専用設計みたいなところがあると思うんで間違いないかと思うんですけど、ヘッドっていろいろ試されてスリクソンがいいですか？いや、自分JPDA の公式級がダンロップさんなんですけど、うん、ダンロップさんにいただいてるって感じです。ああ、スポンサーみたいな。やってないんですけど、普通に提供してもらってるって感じ。はい、提供してもらってます。なるほど。今度新しく出るZX75 も
打ってみたいなって感じです。そっかそっか、ランドップから出たやつで自分に合ったやつをちょっと探してって感じですね。スリクソンも松山くんがね、そうです、使って勝ってるしね、普通に、ね、はい、今まで結構ほら変えてたりしたじゃん、はいはいはい、そうだけど ZX7 とか S5 出てから全然変えてない、うんうん、そうだから相当女子プロも使ってる人多いですよね、うん、なんかツアー中に変える女子プロって少ないんですけど、出て打って変えてる選手多いんでいいんだと思います。ないですけど私まだ打ってみたい、うん、すごい興味がある感じです、うん、興味ありも。よいしょ、ありがとうございます。ちょっと曲がんないよね、だってよく刺したねあ、ちょ、穴に入れてるチェ、さっきから。あ、そういうこと、うん、あ、足滑った、ずるずるだけど、え、よくない、ナイスショー、よかった、ナイス滑り、ビリ当たってる、バンカーじゃない、大丈夫、うん、ビリ当たってるわ、ビリ当たってるわ、本当何それ、吸ってる、違う、投げ消す、違う、こっち、今日こっちの顔面誰なの、違う、違う、なんかこの間のさ、リングルフのやつみたいなさ、ワンちゃんがさ、車の中で撮ってたやつが一番漏れてた、漏れてた、角度分かった、そう、でもそれはこっち側なんだよね、じゃあこっちじゃない、でも今日ニキビこっちできちゃった、こっち禁止禁止さて、山本マオボールあるでしょうか、ないでしょうか、あっとあるんですね、これがまた、おお、危ない、生えてますそうなりますよ、ね、うん、ちょっとね、うん、あれがあるからね、はい、上下101ヤードです、はい、思った気がする、ちゃんと、うん、多分81、52、うん、あ、ちえちゃんのすげえな、めちゃ近いね、うん、めちゃ近い、40ヤード、50ヤードぐらいで3分、これはまずい、これは転がった、これやばいですか、もう一回いった、いや大丈夫大丈夫、単純に低かったから思ったより転がったっていう、うわすごい、なんかかわいそうなとこに落ちました、もう、いや、これはしょうがないよ、うん、今のは運が悪いよそこに打った魔王が悪いあ、運じゃないんだいいんじゃない、お、お、止まった止まった止まった、天才、今のいいんじゃない、入れ、あー惜しい、ありがとう、止まったね、ね、急ブレーキだったの重うん、私は入れたい、絶対いつもだったら入るかな、強く打つ、強く打つ、よし、あそこから大きかったね、ねえ、あれはちょっとしょうがないわ、奥から思わず難かった